ご出身でアイドルグループ桃色クローバー Z のメンバーとして2009年にデビュー。圧巻のステージパフォーマンスで個性派グループとして人気を博し、数々のアリーナツアー、スタジアムツアーを成功させ、2013年には紅白歌合戦にも初出場されました。また一日所長としてご挨拶させていただきたいと思います。最近は子どもたちが不審者に話しかけられたりだとか、お年寄りが見込み下げにあったりとか、みんなが不安に思うような事件が起こっています。また、街を汚すような落書きも犯罪です。このような犯罪をなくすために、家族の絆、そして地域の連携が大切だと思います。今日はこの出陣式を通して、その家族の絆の大切さや町の連携の大切さを呼びかけていけたらいいなと思っています。皆さんよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ありがとうございました。続きまして、防犯のぼり旗の贈呈を行います。あれピンチ。はい、本日からお渡しした登り旗は今後の安全安心まちづくり活動にお使いください。ありがとうございました。登り旗を贈呈していただきました佐々木社長に、安全安心まちづくりをさらに推進してくれるため安全安心まちづくり宣言。犯罪のない安全で安心して暮らせる地域社会の実現は私たち県民の共通の願いです。私たちはみんなの笑顔を守るため、安全安心まちづくり週間期間中、みんなで作ろう安全の街の実現を目指し、3つの Z を宣言します。皆さん一緒に Z をやってください。1つ、みんなで協力して子どもや女性が犯罪の被害に遭わない環境づくりを推進しよう。1つ、みんなで協力してお年寄りを振り込め詐欺から守るための活動を推進しよう。皆さんも一緒にお願いします。次最後なんで、はい。1つ、みんなで協力して落書きのない街づくりを推進しよう。ありがとうございます。平成28年10月10日一日鎌倉警察署長桃色クローバー Z 佐々木彩香。はい、ありがとうございます。佐々木社長の宣言にもありましたように、私たちの住む神奈川県がさらに安全で安心して暮らせる街になるよう、皆さんで力を合わせていきましょう。はい、それではここで記念撮影を行います。係員がご案内しますので、その場でお待ちください。アーリン、ほんとピンチ。Let's go.
が集まってくださってるので、皆さんと一緒に写真撮りませんか。ぜひお願いします。会場の皆さんも一緒に撮りませんか。